皆さんこんにちは、あやです。今日は皆さんに東京のおすすめの飲み屋街を紹介します。今日紹介する飲み屋街は丸々横丁と呼ばれる、横丁と呼ばれるところを紹介します。横丁っていうのは独立した小さなレストランやバーが並ぶ路地のことで、食べたり飲んだりして楽しい夜を過ごすことができます。近年、横丁の概念に現代的なひねりが加えられ、ショッピングモールや高層ビルに洗練された新しい路地が出現しています。横丁はお客さん同士の距離が近い居酒屋が多く、人に声をかけやすい場所と言われています。また様々な店舗が入っているので、はしご酒を楽しむこともできます。お酒好きの人と出会いたい人にもおすすめの出会いスポットです。まず初めに紹介する横丁は恵比寿横丁です。恵比寿横丁は JR 東口から徒歩2分の昭和の雰囲気が残る飲食店街で、東京の有名なナンパスポットです。十数軒の店舗が立ち並ぶ恵比寿横丁は通路が狭く、屋台形式の店舗も多く、特に週末の夜などは混雑するので、席の確保には注意しましょう。ナンパスポットとして知られているので、アプローチされることを期待して訪れる女性が多いのがメリットです。次に紹介するのは渋谷横丁です。渋谷横丁は2020年の夏、渋谷の宮下公園跡地にオープンした宮下公園エリアのグルメストリートです。恵比寿横丁よりも広く、日本各地の郷土料理が揃っています。渋谷横丁には多彩な全19店舗が集結し、横丁シリーズ最大規模となっています。渋谷横丁はナンパスポットとして有名なので、出会いを求めて訪れる人が多いです。お店の中と外から女性にアプローチできるので、おすすめの場所です。次に紹介するのは虎ノ門横丁です。虎ノ門横丁は新虎ノ門ヒルズビジネスタワーの3階にあります。とても広く、入り口では巨大なランタンがお出迎えしてくれます。ラーメン、餃子、とんかつからフィッシュバーガー、火鍋、香港風バーベキューまで、レストランが20軒以上もあります。ほとんどのレストランではテイクアウトのメニューがあり、虎ノ門横丁の中心にあるワインバーやクラフトビールバーの近くの共用テーブルで楽しむことができます。それでは今日の動画はどうでしたか？ぜひ皆さんも横丁行ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。